皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和馬と申します。本日はですね、商談のテーブルに立ってみることの重要さ、これについてですね、本日は紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味のある方は、で最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。まあ、クラウドファンディングをね、実行するためにはですね、日本未上陸の商品をですね、探す必要があるわけですね。でも実際にね、リサーチをしてみたりとかすると、自分が探してみた商品がですね、例えばすでに日本のマッカケに出ちゃってたりとか、例えばアリババとか中国のサイトを探してみるとですね、実はもう日本のアマゾン JP に出ていたりとかっていうことがね、よくあって、ああせっかく見つけたのに出ちゃってるからダメだというふうにね、思っちゃうことがあると思うんですよ。でそこでせっかくメーカーと商談が決まってたとしても、その直前でね、あ出ちゃってるってことで見つかってしまったから、もうメーカーと話しても意味がないということでですね、諦めてしまう方がたまにいらっしゃるんですけども、私はですね、そこを諦めるんではなくてですね、せっかくメーカーは話してくれるというふうに言ってるんであれば、ぜひ話した方がいいというのがですね、私の考えなんですね。というのはですね、なぜかというとですね、まだ自分が探した商品以外にメーカーはですね、新商品が他に持っている可能性があるわけなんですよ。なので例えばですね、アリババにしてもそうなんですけども、メーカーがね、全ての商品をちゃんとアリババのページにしっかりと更新してアップデートしてるかどうかっていうとですね、ああちょっと最近忙しくてページ更新しなかったよとかですね、そういったことってやっぱりどの会社もあると思うんですよ。やっぱりこうページを更新するっていうのはなかなかね、写真が必要だったりとか、説明文書いたりとか、社内でですね承認を得たりとか、まあ、いろんなことがあってね、後伸ばしになっている場合っていうのも、ね、やっぱりあることはあるわけですよね。なので実は新商品があるんだけど、実はまだ表に出てませんよっていうね、前もあったりとかするわけです。そういうことを商談で聞き出すことができるんですね。他に商品ないのとかですね、新商品ないんですかって、そういった形で、ね、聞き出すことができるので、やっぱりオープンの会話ができるこのディスカッションの場っていうのはですね、まあ、絶対持った方がいいと思うんですね。なので直前でね、あこの商品あるじゃんっていうなったとしても、他の商品ないのかなということをね、聞き出してみる。あとはですね、今はなかったとしても、例えば2ヶ月後に新商品が、ローンチが控えているとか、そういうね、情報だけでもね、知れるだけでもかなりやっぱりメリットがありますので、なるべくね、商談の場には立つというところをね、逆に今ね、売れるものがなさそうであったとしてもですね、一度相手に聞いてみるというね、マインドセットを持って、どんどん商談を入れていくっていうのはですね、考えた方がいいのかなというふうに思っております。はい、やっぱりメーカーもですね、我々もどんどんいろんな商品をね、やっていきたいのと同様、メーカーもですね、どんどんいろんな商品を出して、商品のセレクション、品揃えっていうのをね、伸ばしていこうとしてますので、必ずね、新商品の出てくると思いますよね。それをね、いち早く抑えるためにも、商談のテーブルに立って、相手から聞き出す。これはね、結構重要な戦略になってきます。なので、本日はですね、この商談に立つ重要性ってことについてですね、ご紹介させていきまして、どんどんですね、商談の場っていうのをですね、持っていくようにしていくっていうのがね、いいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、それですね、本日のコンテンツの方は以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていれば、ぜひ、いいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてください。幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.